先行が小山台、そして後攻が成立。果たしてどんなゲームになるんでしょうか。ストレートは非常にいいボール投げてると思いますね、はいはい、あとは変化球です。3-1、力強い球でしたがフォアボールになりました。さあクリーンナップ、ワンアウト一塁、打順は3番の中道。小山台、ワンアウトからフォアボールを選んでランナーを1人置いています。スタートなし、外センターに抜けていきました。センター前ヒット、つないでいきました。これで得点圏のチャンス。さあ4番の森村です。体も180センチ、75キロ、登録バットの先ですが、ちょっとスタートが遅れました。二遊間を破っていきました。センターへのヒット、先制のタイムリーになりました。森村のタイムリーです。小山台が1点を取ります。さて1点を追う攻撃になりました。安定感はどうなんだろうということは福島監督が言ってました。これはうまく追っつけました。コンパクトに打っていきました。センターへのヒット、2番の柿本がヒットを打ってます。2安打3打点、結果を出しました。ここは引っ掛けてしまいました。ショートゴロ、6-4と渡って、これで3アウトになっています。小暮の方は上々の立ち上がり。3ボールです。1アウトから2者連続のフォアボール中、まっすぐを投じてきましたが浮いてしまいました。さあ1アウト満塁です。変化球だ、詰まった、緩いゴロになっている。2塁を選択、1塁はセーフになりました。サードランナー帰ってきました。追加点、成立学園、この3回の攻撃、打者一巡でヒットを打っているのは2番の柿本。おっと、デッドボールになりました。ランナーが出てます。先ほどセンターへのヒットを打っていますバッター柿本、スタートはありません。右をつけていきました。これはナイスバッティング、ライトへのヒット。柿本に安打。さあ和田です。痛烈、2安打、破っていた、ライトへのヒットになりました。さあ帰ってきました、反撃開始。見事なタイムリーになっています成立。これでゲームが面白くなってきました。4番の村田、2アウトランナー3塁1塁、センターへ弾き返っていきました。同点のタイムリーヒット。さらにファーストランナーは3塁に向かっていきます。ボールは中継に返ってきました。4番の村田のタイムリー、なんと2アウトからフォアボール、さらに3連打。32度ですか、暑いですね。そうですね、大変なコンディションの中中盤に入っています。3番の中道、今日2打数1安打、最初のバッターボックスでヒットを打ってます。痛烈、ショートの上、破っていきました。2アウトから出塁しています中道は今日2安打。バッター澤田です。初球打ち、面白い、風が少しある、ショートフライだ、落とした、難しいところに打球が飛びました、落としました、ランナー帰ってきました。小山台勝ち越し。6番の新井です。速いテンポ、センターへ弾き返っていく、センター前ヒットになりました。3塁ランナー帰ってきた、2塁ランナーも帰ってくるか、バックホーム、ランナーに当たりました、ホームイン。バッターランナーはこれを見て2塁でストップ、さらに2点を追加しました。5対2になりました。2ボール、叩きつけました、ショートゴロ、あーっと、そらしてしまいました。これを見てセカンドランナー帰ってきました。さらに追加点、記録はエラーのランプが灯ってます。グラウンド整備も終わりまして水も入りました。これから後半戦のスタートです。4点をリードしています小山台、打順は1番から。この配球はですね、若干やっぱり変えていく必要があるかなと思いますね。これは痛烈、サードの上を破っていきました、長打コース。浜口にとっては今日初ヒットは長打ツーベースになりました。打順2番の西田は送りバントの構え、ゴロになります。3塁は無理でした、送りバント成功です。3
3番の中道は今日2安打。ボール2つが先行しました。カール食べて打った、見事に弾き返していきました。ライトへのヒット、ジョギングをするようにキャプテンの浜口帰ってきました。次の1点は小山台、7点目が入りました。終盤の3イニングに入ってきます。ピッチャーの小暮捉えました。ショートの上を破っていきました。3人では終わりませんでした。センターへのヒットになってます。打順9番の梶山、中にずれました。三遊間を破っていく、外構えでしたが真ん中の低めに行きました。いい球、いいボールが来てますんでね、仮に打たれたとしても、はい、あのそこのインコースのカット系というのはファールにしかならないと思うんで、はい、バッター西田満塁カウント2-2、溜めて打つ、前進守備だった打球はセンターの後方だ、破っていきました。3人のランナー全て帰ってきました。西田3点タイムリーツーベース、大きな追加点になりました。初球はファールになってます。成立としてはですね、なんとか先頭バッター出したいですよね。そうですね、右方向へ一塁間セカンドを回り込む、一塁へ送球ストライク、先頭バッターの出塁はなりませんでした。高めの後にこう低めに落ちるボール考えて投げてますよね、はい、トゥートゥー強い球、見送り三振、本日奪った4つ目の三振になりました。一球一球しっかりと魂込めて最後までですね、さあ2アウト、今日が初戦という第4シード小山台、初戦突破まであと1アウトになってます。非常にいいテンポ、エースの小暮、外追いかけました、空振り三振、ゲームセット。本日の第1試合、第4シード小山台、見事に初戦を突破しました。一方ここ2試合いずれもコールドで勝ち上がってきました成立、残念ながらコールドゲーム3回戦敗退ということになってみます。お伝えしたゲームは7回コールド10-2、小山台が次の4回戦進出を決めた一戦でした。